ブルガリア聖教会の生新女終身大聖堂、聖ニコラウス繊院教会バルナは、ブルガリア北東部バルナ州に位置する都市で、ブルガリアの国会沿岸では、保養地であり、最大の都市で、ブルガリア国内では、首都ソフィアやプロブギーフに次いで3番目に、大きな都市である。2011年2月の人口は市外で33万4870人。 基礎自治体全体では34万3704人。バルナは、バルナ州やバルナ基礎自治体の行政的な中心地で、バルカン半島では、イスタンブール、アテネ、ブカレスト、ソフィア、ベオグ。バルナは、ブルガリアの、海の首都あるいは、夏の首都とよく言われ、メジャーな観光地でありビジネスや大学、海港、ブルガリア海軍の司令部、商船などの各拠点が置かれている。 1949年から1956年までは、ヨシフ・スターリンの名を取ってスターリンというと市名であった。バルナ州や統計的な地域である、ドブリッジ州やシュメン州、トゥルゴビシテ州を含むブルガリア北東計画地域の中心都市である。バルナ空港は2011年に118万1830人の旅客を扱っており、ブルガリアでは、 ブルガス空港やソフィア空港に次いで3番目に旅客数が多い空港である。2008年4月にバルナは国会欧州地域ブラックシーユーロレギオンの中心として欧州評議会で指定された。バルナネクロポリスでは世界最古の黄金の宝物が発見され、これらはコインと武器、宝石などで構成され、紀元前4600年頃に遡る。 バルナの地域面積は154平方キロメートル、基礎自治体の面積は238平方キロメートルを占め北側の高原と南のアブレンダ1、バテー型に沿った国海のバルナ湾、細長いバルナ湖や湾と湖をつなぐ2つの人工的な運河、アスパルホフ橋が占めている。中心部はコナベーションが沿岸に沿って北側に20キロメートル南側20キロメートルに、 渡り成長し広がっている。南側はほとんどが住宅地や保養地が広がる街並みで、湖に沿った西側2 5トルは交通や産業用の施設がほとんどである。古代以来、都市の周辺は武道畑や果樹園、森林に囲まれている。商船施設は湖の内側や運河に再配置され湾内は保養地となりそのほとんどが、 ウォーターフロントの緑地である。市街地には2 0トルを超える砂浜と、豊富な温泉の源泉がある。海の影響による穏やかな気候により、地中海同様の秋や日がよく照る温暖さであるが、地中海よりは、そよ風や、規則的な降水により、涼しい夏となっている。バルナの降水量は、ブルガリア平均の3分の2であるが、豊富な地下水により緑豊かな丘陵地は、 夏の間保たれている。バルナは北や北東の風が湾の入り江に沿った丘陵により遮られるが、1月や2月は風雪により時々ひどく寒くなることがある。国会の海水は1989年以降、荒廃地域での化学肥料の使用量減少により綺麗になっている。バルナから首都ソフィアは、 北東4 7 0トル近隣の大きな都市ドブリッジの北側に4 5トル主面は西に8 0トルブルガスは南西に1 2 5トルそれぞれ離れている。バルナへは空路では、バルナ空港が回路では、バルナ港にクルージングターミナルがある。鉄道ではバルナ駅からブルガリア各地へ列車が運行されている。バルナを通る幹線道路には、 欧州自動車道路の e 7十号線によりブカレスト E87 号線ではイスタンブールやコンスタンサ、高速道路では A-2 ヘムス高速道路により首都ソフィアへ A-5 国会高速道路によりブルガスに達する多くの長距離バス路線もバルナからは運行されておりブルガリアの主要都市や近隣国とを結んでおり市内には2つのバスターミナルがあるフェリーでは ウクライナのオデッサやロシア、ジョージア国のポティ、バトゥミなどと結ばれている。公共交通機関は広範囲をカバーし、料金も手頃で80を超えるローカルや急行バス、トロリーバス、決まったルートを走るミニバスの路線が設定されている。多くのタクシーも市内では営業している。2007年には多くのダブルデッカーバスが購入された。2008年夏の市長の公約では、 市内すべてのバスをエアコン付きとし、さらにメタンガスを燃料とするとしている。バルナの気候は温暖湿潤気候に、かなりの海洋性気候と湿潤大陸性気候の影響がある。冬は冷たく時折寒くなるが内陸部よりは温暖である。夏は5月の半ばに始まり、10月初旬や中旬まで続く。夏の気温は、 通常夜間は20摂氏25度の範囲で昼間は27摂氏35度の範囲で6月から8月に気温が摂氏40度を超えることは稀である。国会沿岸は他のブルガリアの地域に比べ風の影響により過ごし、安い。海水温は夏の間は通常22摂氏27度の範囲であるが、2010年に海水温が摂氏32度に達する記録をつけた。 冬は夜間の気温は摂氏0度前後まで下がり、昼間は摂氏10度程度である。時折、摂氏0度以下の場合もある。降雪は12月から2月にかけめられる場合があり3月は稀である。降雪は稀であり、降っても直に溶ける。最高気温の記録は摂氏41.4度で。 最低気温は1929年2月10日に記録した。バルナの1日の最高降水量は1951年8月21日に記録されたもので、強烈なスコールにより数時間で積算2 9 2トルの降雨があった。バルナの北1 0トルに位置する近郊のサナトリウムでは3 4 2ト、mm、ルの降雨を記録している。 最近では2011年10月17日から18日に1 6 9 2ト、mm、ルの降水量を記録している。戦士時代の集落である、同期時代のバルナネクロポリスは、世界の戦士時代の考古学上の鍵となる遺跡で、古ヨーロッパやバルナ文化のエポニムであり、現代の都市域では世界的に最古で、 広い地域では1900年以前は、淡水湖であったバルナ湖と隣接したカルスト地形の泉や洞窟では30を超える、戦史時代の集落が発見され、中期旧石器時代か10万年以上前の最初期の遺品が発見されている。オデソスに残る古代ローマの遺跡テルマエニシュ側のアポディテリウム。背後は、聖アサナシウス教会の首労古代のトラキアには、紀元前1000年には、 トラキア人が居住していた。ミレトスの人々により、オデソスに、公益地点である、アポイキアアポイキアが、紀元前7世紀の終わり頃に設立されたか、古代イギリシャの地理書数ドシンネスによれば当時、アスティュアゲスで初期のトラキア人の居住地であった。オデソスの名称はおそらく、ギリシャ以前のアナトリア語派のカリア語が元であるとされる。ポントスのペンタポリスのメンバーであったオデソスには、 様々なコミュニティがあり、イオニア人と、後輩地のトラキア人との接触の場であった。トラキア人の土地の近くの発掘では、紀元前7世紀から4世紀にかけて絶え間なく、居住しており、植民と商業が密接していた。ギリシャ文字がトラキア語に少なくとも、紀元前5世紀から使われている。紀元前425年、オデソス,スは、デロス同盟の評価に含まれていた。 紀元前339年のピリッポス2世の行為は成功しなかったが、紀元前335年にアレクサンドロス3世に降伏しその後、ディアドコイであるリュシマコスにより支配された。紀元前313年には他のポントスや下体の都市の一部が連合し、反乱を起こしている。ローマ都市としてのオディソスは、最初、海岸県。 プリフェクチャーオラエマリチマエに含まれていたが15年にもエシアに並行され、今日のバルナ中心部には47ヘクタールを占めた公共浴場のテルマエガーリ2世紀後半に建築され、今日ではブルガリアに残る最大のローマのもので、建物は幅100メートル、長さ70メートル、高さ25メートルで、ヨーロッパでも4番目に大きなローマ風呂として知られている。3世紀頃には、 大きな陸上競技会が5年ごとに開かれていた。オデソスは、初期の初代教会の中心で、重化者の初期のバシリカの跡がそれを物語っており、単成説修道院や七十門と、アンプリアとアンデレの門邸が現れて主教が務めていた。6世紀、帝国の文書では、聖なる都市サクリティシマキビタスと呼ばれていた。442年、テオドシウス2世とアッティラとの間で、 和平協定がオデソスで結ばれた。513年イタリアヌスの反乱の中心となった。536年ユスティニアヌス一世は独特の行政区画で、クエスター・ージャスティニアヌスなどが治める、キーユラ・イグザーセタズの中心を設けしたも、エシアやスキューティア、カリア、エーゲ海諸島、キプロスが含まれていた。後にオデソスの外に、軍の野営地に、 他のローマ人上級司令官の中心が置かれた。イレチャクライン、またはラテンとギリシャを分けるおおよその言語的な境界線がオデソスからアドリア海にかけて当時走っていた。テオファネスに最初のバルナの言及があり6から7世紀にかけ、スラブ人によるバルカン半島の征服により知られるようになった。この名称はおそらくもっと古く。 インドヨーロッパソゴ語語根の水を意味するウィー R マイナスやスラブソ語がルーツである黒を意味するバーン。イラン語群で野営地や要塞を意味するバーやバリエーションからもたらされている可能性もある。テオフォーヌによれば680年に第一次、ブルガリア帝国の建国者であるアスパルフは、ドナウデルタ近くでコンスタンティノス4世の一軍団を敗北させた後、 追跡し続けバルナと称するオデソス近くに達した。おそらく最初にバルナの新しい名称が使われたのは近隣の川や湖、ローマ人の野営地や島などで町の名称として使われたのは後のことである。10世紀後半、バルナの名称はしっかりと確立したが、ブルガリア人から970年代に681年のビザンティン帝国との和平条約により、 新しいブルガリアの国が建国され一時的にドナウイ南のブルガリアの最初の首都とされた。ことによると古代の都市はバルナ湖の北岸近くユスティニアヌス一世によりテオドリアスと名付けられた場所で7 0トル西のプリスカへ移動する以前に置かれた。要塞化されたアスパルクはバルナ川定地のおそらくビザンキンの上陸を阻止するためのものでアスパルほぼの壁は 今でも残されている。多くの7世紀のブルガール人の集落が市内やさらに西側で発見されており、バルナコの北岸にはすべての地域で最も多くのブルガール人が密集して住んでいた。アスパルクは重要なローマの軍の野営地で、ユスティニアヌス一世によりオデソスの外に設けられしたも、エシアやスキュティアを治める中心であったと考えられる。 中世の間、ビザンティンとブルガリアとの間で支配が幾度となく変わった。9世紀後半から10世紀前半にかけてのバルナは、ボリス一世により与えられた、修道院のプレスラフ文学校の重要な写事室が置かれていた。写事室は、キュリロスとメットディオスのある弟子の教えのもと、ブルガリア人の学者がキリル文字を発達させるのに、鍵となる役割を演じたかもしれない。 考古学者のカレル・シュコルピルは、ボリス一世がそこに埋葬されていることを示唆している。ギリシャのトラキア人やローマ人、同様に東のアルメニアやシリア、ペルシャの特徴で合わさった文化により、ユスティニアヌス一世統治下のオデソス周辺は発達し、それらの文化は、第一次ブルガリア帝国のプリスカ・プレスラフ文化に影響を与えた可能性があり、表面上は、建築や、 人工的な装飾芸術で、ことによると、キリルの学問を含む文学なども含まれる。1201年、カロヤンアセンは、工場等を使用して、聖土曜日に、ビザンティンの下にあったバルナ要塞を占領し、第二次ブルガリア帝国を確実なものとした。13世紀後半の1261年に、軍事同盟であるニンファエム条約が、ミカエル8世、 パレオロゴスとジェノバ共和国の間に結ばれ、国会からジェノバにかけての通称が開かれ、バルナはジェノバや後のベネツィア共和国やラグーサ共和国などの商船がやってくる、商工都市として繁栄した。二つの海の共和国は、領事館や国外居住者の居留地を有しており、ラグーサの商人の港での活動は、プロバディア近くの居留地から17世紀まで残っていた。 町には両側に二つの城塞とカストリツとガラタの小さな商工があり、それらは互いの市会内にアリコやマグリズ、ペトリチを見下ろす二つの要塞により保護されていた。小麦や動物の皮、蜂蜜、ロウ、ワイン、材木、他に地元の農産品をイタリアやコンスタンティノープルの市場へ主に輸出し、地中海の食品や贅沢品を輸入していた。バルナでは 自らの通貨制度を導入し、バルナヒューペルピュロンと呼ばれる貨幣が14世紀半ば頃から流通し、ブルガリアとベネチアの為替レートは条約により固定されていた。質の高い宝石加工や陶器、比較、食品加工や他の試工業が栄え、カムチア側川,川口では造船業が発達した。14世紀、イタリア人の羅針技改図では、バルナはおそらく、 コンスタンティノープルとドナウデルタの間の重要な港であることを示し彼らは大抵はザゴレと表示していた。バルナは風雲にもサボワのアメデオ六世より包囲され1366年にブルガリアの要塞は南側のガラタを含め攻略された。1386年、バルナは一時的にドブロジャ先聖光の首都になり1389年にはオスマン帝国に支配され、 1413年からおそらく1444年まで一時的にマヌエル2世位、パレオロゴスに譲渡されたり、1414 14年にクリミアタタール人に略奪された。1444年のバルナの戦いの記念物は古代トラケア人の墓地の中に刻まれている。1444年11月10日、ヨーロッパの十字軍の歴史でも最後の最大規模の戦いが、 城壁の外側で行われた。オスマン帝国は、ブワディスワフ3世率いる2万の十字軍戦士を、敗走させ、コンスタンティノープルへ出版するため港に集まった。キリスト教徒の軍は5万5千から6万の、スルターン村と2世が率いる数では勝った、オスマンの軍に攻撃された。ブワディスワフ3世はスルターンを捕らえるため、大胆な試みにより殺されてしまうがウォーナンススイクの、 ニックネームを得る。バルナの十字軍の失敗は1453年に、オスマン帝国により、コンスタンティノープルを陥落させられることを避けられず、バルナや他のブルガリアの地域はオスマンに4世紀を超えて、その支配下にあった。今日、ブワディスは不3世の慰霊碑が、バルナにある。オスマン期の建築物16から17世紀の、オスマン支配期には主要な港、農業や交易、 造船の中心であり、都市としての重要性やブルガリア人の経済活動は、そのまま維持されていた。バルナでは、その後、ルセやシュメン、シリストラと一緒に、四偏形の要塞の一つが作られドブロジャは、ロト戦争により、残りのブルガリアからは切り離され、ロシアに含まれた。ロシアは1773年に一時的に攻略し、1828年に、 再び攻略死後にバルナ包囲が続いた。中世の要塞は完全に破壊された後、2年後にオスマン帝国に戻っている。19世紀初期、多くの地元、ギリシャ人は愛国的な組織であるフィリキエテリアに参加していた。ギリシャ独立戦争が1821年に勃発するとバルナでも革命的な活動が記録されている。この結果、 ギリシャの国民運動に参加した地元の著名人は、オスマン当局により処刑され、その間に、他の者はギリシャに逃れ逃走を続けた。イギリスとフランスのロシアに対する軍事行動である、クリミア戦争では、バルナは司令部や主要な海軍基地として使われ、多くの兵士が、これらで死亡しがいは大火による破壊も経験している。イギリスとフランスの記念碑は、 これらの犠牲者が埋葬された墓地に記されている。1866年、ブルガリア発の鉄道がワルナとドナウハンのルセトを結び、オスマンの首都であるコンスタンティノープルと中央ヨーロッパが結ばれることになった。その数年後にオリエントエクスプレスがこのルートを走るようになった。バルナ港は主要な食料供給特に隣接する国葬地帯である南ドブロジャからの小麦の供給と、 コンスタンティノープルや他の欧州の首都からの輸入の忙しいハブとして開発が進んだ。12の外国の領事館がバルナには開かれている。地元のブルガリア人はブルガリア再生運動に参加し、バシルレフスキは秘密革命委員会を設置した。1897年のバルナ市街の地図1878年にブルガリアはオスマン帝国から解放され、当時外、 の人口は2万6千人で、ベルリン条約により、ブルガリアへ譲渡された。ロシアの軍隊が7月27日に入場している。バルナは、その後、第一次バルカン戦争や第一次世界大戦の前線都市となり、経済は悪い状況となり一時的に農業の後輩地である、南ドブロジャからルーマニアは損失の影響を受けた。解放後の最初の数十年で、 ほとんどのトルコ人やギリシャ人は街を出て行き、ブルガリア人が内陸やドブロジャ北部、ベッサラビア、小アジア、その後マケドニアやトラキア東部、ドブロジャ南部から難民がやってきており、続く第二次バルカン戦争や第一次世界大戦では民族の多様性はブルガリア人が多い状況になったものの、かなりの少数民族であるガガウズ人やアルメニア人、セファルディムの人々は、 その後数十年間残っている。第二次世界大戦では1944年9月に赤軍が町を侵中し、ブルガリアで共産主義統治を確かなものにするのを助けている。バルナは初期の産業開発やブルガリア労働運動の中心で、ブルガリアでの重要な輸出口が設けられ主要な穀物産出やドウ栽培の中心で、首都ソフィア以外では、 ブルガリア国内で最古の高等教育機関の本拠が置かれている。また、国際的な祭典やイベントが多く行われ夏の、立休であるエフクシヌグラートは今でも残り、ブルガリア政府の迎賓館や夏の演奏会などに使われている。バルナが現代のような大規模な観光地として姿を表すようになるのは1950年代後半のことである。重工業や、 貿易のソ連のブームは1950年代から1970年代にかけて続いた。1949年12月20日から1956年10月20日にかけてバルナの町の名称は共産主義政府によりソビエトの独裁者であったヨシフ・スターリンにちなみ、スターリンに改名されていた。1962年には第15回のチェスオリンピアードが開かれている。 1969年と1987年には新体操の世界チャンピオンシップの主催となった。1973年9月30日から10月4日にかけてはスポーツ宮殿においてオリンピックコングレスが開催されている。2019年にバルナは欧州文化首都になる。バルナのビーチクルーズセンターミナルやマリーナに 転換予定のバルナ港東部トルシェボチックの新しいショッピングセンターバルナの経済はサービス産業を基盤とし61%の収益は小取引や観光から得ており14%は製造業や交通通信6%は建設業によるものである金融業でも特に銀行業や保険投資マネージメント不動産金融がブームとなっている 2008年12月時点での世界金融危機による景気交代は軽微であった。バルナは半ヨーロッパ交通回路8号線の東端に位置しており、ルセを経由して7号線や9号線と接続している。伝統的な主力産業は物流、輸送に関するものであり、バルナ港やバルナ国際空港、ナビブルガルのような古い商船会社や物流基地、ロジスティックスパークなどがある。 また造船や船舶の修繕など海洋に関する産業が発展しており、スウェーデンを基盤とするオーシャニッククリエーションズなどの造船所が立地する。2007年6月にエニアガスプロムによってサウスストリームのプロジェクトが公表されたが、この計画では 900km の天然ガスのパイプラインによってロシアの十部画から年間容量630億立方メートルがバルナへ送られ、 近海のガラタ沖のガス源からさらに、イタリアやオーストリアへと送られる。近隣の町であるベロスラフやデブニアとバルナはバルナデブニア、工業団地を構成し、ブルガリアでも、最大の化学工場や、火力発電所、製造設備を有する。その中には、バルナ火力発電所やソジデブニアが含まれており、これらは民主開放のブルガリアの歴史上、最大級の民営化案件であった。 また、電波広報機器や家電、セキュリティシステム、織物、服飾、飲料や食品、印刷などの工場が注目される。一部の使われなくなった工場施設は再開発され、以前の場もディーゼルエンジン工場は ECE ショッピングモールになり、バルナビール醸造所はコンベンションセンターに置き換わった。観光はバルナにとって最も重要な産業であり、 郊外の海辺のリゾートであるゴールデンサンズやホリデークラブリビエラ、サニーデー、セイコンスタンティンエレナや他のリゾート地を合わせた宿泊受け入れ可能数は2005年現在6万ベッドで毎年数百万人もの人が訪れる2006年には474万人が訪れそのうち399万人は国外からであったリゾート地が 国内外からかなり多くの投資を受けるようになったのは1990年代後半から21世紀に入ってからであり、環境的には適切で、科学工場や他の重工業地帯からは離れた場所に位置している。バルナはブルガリアでは唯一国際的なクルーズ船の寄港地で2007年には30のクルーズ船の寄港が予定されていた。 またメジャーな国際的なコンベンションやスパの中心である。2003から2008年の不動産ブームによって、ブルガリア国内では一番高い価格となり2007年秋には、首都ソフィアを上回り、2009年4月現在でも保っていた。商業用の不動産では、メジャーな国際的なオフィスタワー計画の開発をしている。小売りにおいては、 国際的に大きな小売店を集めているだけでなく、バルナ発祥を誇るチェーン店が、ブルガリアの大きな都市に点在しており、スーパーマーケットチェーンのピカデリースーパーや、レストランチェーンのハッピー、薬局チェーンのサニタなどがある。2008年には3つの大きなショッピングモールが営業しており、さらに4つの様々な段階の計画があり、バルナは国際的に魅力的なショッピングの目的地へと、 転換させている。バルナの経済は、ブルガリアの中でも好調であり急成長が続いており2007年の失業率は2.34%と、ブルガリア国内平均の3分の1の低さで、賃金の中間値はソフィアやブルガス並みに高い。多くのブルガリア人はバルナを公共に湧く街と、みなしており、中にはソフィアやプロボディフから移住したり、または、 西側諸国から戻ってくる者も,もいる。しかし、ほとんどは、ドブリッジや、シュメンなどの近隣地域からバルナへ移ってきている。2004年9月のファイナンシャルタイムズビジネスリミテッド、パブリケーションが出版するビジネス誌、フディマガジンは、戦略的な地理や急成長する経済、豊かな文化遺産、高い教育水準などからバルナを、南東ヨーロッパで将来性がある都市と公言している。 また2007年4月には、スタンダードプアーズは、バルナの格付けを引き上げている。2007年12月と2008年10月に、バルナはブルガリアで一番生活するのに適した都市に選ばれている。最初の人口の資料は17世紀半ばに遡り、当時の町の人口は4000人程度であったと考えられる。その後、1878年に、 トルコから解放されると1881年に最初の人口統計調査が行われ24,555人を数え、これは当時の大ブルガリア公国ではルセの26,156人に次ぐ2番目の規模であった。ブルガリアの統一によりバルナはブルガリアで3番目に大きな都市となった。 このポジションは、首位や4位の都市が入れ替わる中120年間維持、されている。2006年12月以来、ブルガリア国営テレビ、国営新聞、調査会社、首長府、地元警察など様々な情報筋から暴るな、の人口は50万人を超え、現在ブルガリアでは2番目に、大きな都市であると言われている。しかしながら、公式の統計である、グラオや NSI は、 この宣言は裏付けていない。2008年に副市長、ベネリン・ゼッチェフは、実際の人口は65万人と推計している。2008年12月に、市長のキリル・ヨルダノフは、実際の常住人口は97万人であるとし、そのうちの60%は、住民登録されていない人々である。2009年1月にフィナンシャル・タイムズは現在、バルナには、 毎年約3万人の新しい住民を引き寄せていると述べている。今日、バルナ市の人口は33万4870人で、ブルガリアでは3番目に大きな都市である。基礎自治体全体では34万3704人、都市圏人口は公式の推計人口は47万5000人である。ここでは、バルデブニャプロバディアグロメーションはバルナ都市圏と、 同一とはみなされていない。バルナはブルガリアでは数少ない人口の自然像を誇っており、新しい小児医療センターが開かれている。バルナで多数派を占める民族はブルガリア人でバルナ自治体では92.5%を占めている。トルコ人は伝統的に2番目の位置を占め、2009年には自治体人口の3.8%を占めている。ロシア人や 他の最近のロシア語話者の移民は2万人を超え、おそらくそれ以上に多い。それに匹敵する数のロマがおり、そのほとんどがマクスダ、ロゾボ、ドリナのアスパルホボの3つの貧しい地区やチェンゲネクラ、ブラディスラボボの地区に住んでいる。バルナではいくつかのローマの差別撤廃のプログラムを率先している。アルメニア人やギリシャ人、ユダヤ人、他の昔からいる民族は現在でも、 はるかに少ない人口で存在し、これに近年新たにアジア系やアフリカ系の移民や企業の駐在員が増加している。バルナ基礎自治体に分かれており、公共交通機関の運営も行われている。バルナは地域の司法機関の中心でもある。基礎自治体の主張は市長である。共産党により一党独裁時代が終わった1990年以降、 バルナは3人の市長が担ってきた。1990から91年が民主勢力同盟のボイノボイノフ。1991から1999年が SDS のヒリスト・キルツェフ。1999年から現在までは SDS のキリル・ヨルダノフがついている。ヨルダノフは2007年に再選され、現在3期目である。 2009年1月現在の市議会は51議席で、中道左派のブルガリア社会党が9議席、中道右派のヨーロッパ発展のためのブルガリア市民が9議席、ベイビゲニーナシットグラッドが6議席、レッド、ザカノースとアイスプラビドロバースト、秩序、法の支配、司法が5議席、権利と自由運動が4議席、民主勢力同盟と強いブルガリア民主党、 トタの中道派政党の3議席の連立、他のグループや、無所属が15席を占める。ブルガリア社会党のボリスラフ・グツァノフが議長である。バルナで大きな政党は、BSP、ジャーブ、SDS、安定と進歩のための国民運動、これら4政党以外に、DSB、ブルガリア民主党、内部マケドニア革命組織、アタカ国民連合なども活動している。 SDS は2009年に地元リーダーの息子の学生が若い女性に対して残忍な殺人を犯したことによって打撃を受けている。地元の経済界は全国的な傾向を背景に最近の地方選のために政党を組織している。バルナにはチェコ、フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリア、マルタ、ポーランド、ロシア、スロバキア、スウェーデン、ウクライナ、イギリスなど 欧州各国の領事館が置かれている。バルナ基礎自治体の域内には6つの町村がある。また、バルナは5つの区に分かれている。区は基礎自治体より、さらに下位の行政区分である。町村は集落のことであり、行政単位ではない。アスパルホボ、ムラドスとオデソス、プリモルスキ、ブラディスラフ・バルネン地区にそれぞれ分かれており、これらの 地区にも様々な地域があり独特な特徴や歴史が含まれている。村落には村長か代理官などが置かれている。バルナのランドマークにはバルナ考古学博物館やバルナネクロポリス、バルナの戦い公園博物館、イタリア様式のビラアスサレト内にある海軍博物館に展示されている。博物館センドルースキ、オスマンキの地元の都市住民や漁師、 19世紀後半から20世紀初めにかけての農民の暮らしぶりの特徴を組み合わせた民族史博物館などが含まれる。シーガーデンはバルナでは一番古くおそらく街で一番大きな公園で国際的なバレエ競技会やオペラ公演、コンサートなどが行われる野外劇場、1932年に開館したバルナ水族館、1984年に開館した フェスタ・ドルフネリアム、自然史博物館、テラリウム、動物園、子供用の遊戯施設、池やボートハウスなど様々な施設が含まれる。国家再生の小道には、ブルガリアの著名人の銅像が飾られ、宇宙飛行士の小道には、ユーリーガガーリニや、他のソビエトやブルガリアの宇宙飛行士が植樹した木が、含まれる。ガーデンは、ブルガリア国のランドスケープのモニュメントとして、 バルカンでは最大の美しい庭園とも言われる。海沿いの遊歩道にはビーチクラブが活気に満ちたロックシーンやヒップホップ、ブルガリアンやアメリカンポッポ、テクノ、チャルガなどを売り物にしている。2006年10月にインデペンデント神はバルナを欧州の新しいファンキーな街、ブルガリアの上質な時間の中心地としている。バルナは全国的なロックやヒップホップ、 ワールドミュージック、他のアーティストやクラブ、それらに関連した、ジュライモーニング、国際的なロックや、ヒップホップ、グラフィティなどのイベントにより評価を享受している。街の海岸は、海浴場として知られ、摂氏55度の流行線の源泉が点在し、温泉や水泳プール公共のシャワーに使われ小さなマリーナが立地している。これに、 長さ 2.05km、高さ 52m のアスパルホーフ橋はバンジージャンプの人気スポットになっている。郊外にはエフクシヌグラート宮殿や公園、ワイナリー、ソフィア大学の植物園、ポビティカマニの祈願、中世の洞窟修道院であるアラジャ修道院がある。1878年当時のバルナはオスマンの都市でほとんどが木造の建物で、 国会沿岸の典型的なスタイルで狭い通りを満たしていた。堀と装飾された鉄門両側に立つと、バルナの川を横切るアーチ状の石橋2830年代に修復された周辺の石壁が囲んでいた。今日、この名残はわずかに残されているだけで、街の中心は19世紀から20世紀初めに、ブルガリアの中産階級の発生により、 西洋型のネオルネサンス、ネオバロック、アール・ヌーボー、アール・デコとなっている。所有権が1989年に復帰すると、建物の多くは改装された。取り壊された城壁からの石造りの部分は、大聖堂と2つのエディート高校、新しい大通りの舗装材に使われている。中山階級は、実用的なタウンハウスや小建ての建物を建築している。宣伝された。 大邸宅は主要な大通りや町の北部のぶどう畑に面してた建てられた。少数の労働者階級も郊外に現れ、1910年代の戦争難民も、また都市の周辺の同じような貧しい活気ある地区に居住している。1960年代から1980年代初期の間の急速な都市化により大規模な住宅団地が、 以前の小規模なドウ畑や農地に広がり、都市の人口は3倍になった。ビーチリゾートの多くは、ほとんどが、確一的な現代的なスタイルだったが、最近の手間をかけた刷新によりある程度、変わってきている。他のブルガリアの国会沿岸のように行き過ぎた、観光開発が行われることなく、多くの緑地は、保護されており古い街の中心や周辺部の建物の、 作り替えが始まっている。公営運動場公営プールサッカーはバルナにおいては最大の監修を集めるスポーツで、2つの競合クラブがありブルガリアプロサッカーリーグのクラブチームである PFC チルノモレバルナは1913年に設立され、4度にわたりナショナルチャンピオンに輝き1925年の最初のチャンピオンシップも含まれる。 FC スパルタク・バルナは1918年に創設され一度だけチャンピオンになっているほか UEFA カップ・ヴィーナーズカップの1983では2回戦でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し敗れている。バルナは19世紀後半にブルガリアサッカーの誕生したちと考えられておりスイスの体育教師ジョルジュ・ドゥ・レジブスが最初の男子高校サッカーの代表チームを監督している。 2007年2月にバルナ市では1950年代の古くなった公営のユーリーガガーリンスタジアムを新しい UEFA や FIFA の水準を満たす競技場に変えることを決定した。シンバルナスタジアムは客席数3万人でコンサート開催時には立ち席を含め4万人の収容人員になる。他の国営の陸上競技施設は5000人の収容人員と プロと公共のトレーニングホールを備え村戸市ト地区に失われた古いバルナスタジアムの運動場とトラックを保証するために2009年に開設された。男子バスケットボールや女子バレーボール、体操、ボクシング、武道、セーリングなども盛んである。ガラタミサキからバルナにかけての 4.5km のスイミングマラソンはポピュラーな会場となっている。バルナでは 国際的な競技大会や国内大会が行われており、その中にはオートレースやモトクロスも含まれている。ブルガリアのナショナルバスケットボールチームやバレーボールチームの試合がバルナでは行われており、その中にはバレーボールワールドカップも含まれ、ブルガリアでは最大のアリーナである1968年に完成した文化・スポーツ宮殿で開催されている。 2011年現在では3つの18ホールを備えたプロ水準のゴルフ場がバルナの北部バル地区やカバルナに近接する地域に建設されている。これらにはセレーションクリフス、ライトハウスゴルフ、ブラックシーラマが含まれる。市の南にはアブレンゴルフクラブは2012、2013年の間に完成する。カートレーシングトラックや競馬場、 乗馬学校などが、ビニツァ地区にある。2007年8月に、サッカー場やバスケットボール、バレーボールの競技施設を備えた新しい自治体の、新しいスポーツ複合施設がオープンし、ムラドスとのミニゴルフやテニス、バイクレーン、小さな湖、アイススケートリンクは大きな複合施設の一部である。小さな自治体の運動場は、シーガーデン、 アスパルホフバル公園など各所に開かれ、オリンピック企画のスイミングプール施設が2007年に再建されている。シーガーデンと再生部の住宅地を結ぶ自転車レーンの最初の部分が完成している。最近ではクリケットも行われるようになっている。バルナの姉妹都市は次の通りである。ありがとうございます。